ウィリアム・ジョセフ・ワイルド・ビルド・ノバンは、アメリカの軍人、弁護士、諜報員、外交官、戦略諜報局の創設者、また長官としてその名を知られる。アメリカ情報機関の父、CIA の父などと、通称されることも多い。第一次世界大戦従軍者としては、唯一、四つの最高級軍事勲章を受章している。すなわち、名誉勲章、主君十字章。 陸軍主君賞、国家安全保障法賞である。またこれらに加えて、金星賞や名誉戦賞賞も受賞している。ビル・ドノバンは、ニューヨーク州バッファローにて第一世代のアイルランド系移民の息子として、生を受けた。母アンナ・レティティアティッシュ・レノンは、アルスター出身で、父・ティモシー・ピー・ドノバンは、コーク圏出身だった。祖父・ティモシー・オドノバンシニアは、教区司祭だった叔父のもと、 スキバリーンに暮らした。また、そこで、ウィリアムの祖母にあたるメアリー・マホニーと出会っている。メアリーは、地主の娘だったため、結婚に、ティモシー側の承認は、不要だったという。その後、彼らはカナダを経て、ニューヨークに移る。息子ティモシー・ジュニアは、政治家を志して活動したものの、その成果は、微々たるものであった。ビルドの晩は、 セント・ジョセフ・カレッジ・エイト・インスティチュートを経て、ナイアガラ大学に入学し、後にはコロンビア大学のフットボールチームで活躍したという。この頃につけられた愛称、ワイルド・ビルは、その後も彼の愛称として知られていくことになる。1905年にコロンビア大学を卒業し、同時期にハイ・カッパ・祭やマルタ・キ士団の構成員となる。コロンビア大学の法科大学院である。 コロンビアロースクールを卒業したドノバンは、間もなくウォール街に影響力を持つ弁護士の一人となる。1912年、ドノバンはニューヨーク州民兵にて、機兵隊を組織し、自らその指揮官となる。この部隊は、連邦軍がパンチをビラア遠征に出動していた影響で、1916年に動員令を受けて、アメリカメキシコ国境の警備に回されている。 フランス戦線のドノバン少佐第一次世界大戦中、少佐となったドノバンは、第42不評師団第165連隊第一、大隊の大隊長を務めていた。同連隊は、ファイティング6 9ンスとして知られる、第69ニューヨーク義勇兵連隊と同一の部隊であり、165は、それと別に、連邦軍にて与えられている、部隊番号である。フランス戦線では、 コロンビア大の同窓生である詩人ジョイス・キルマーがドノバンの副官を務めていたという。1918年10月14日から15日にかけてフランスのセント・ジョルジュ付近で発生した戦闘における功績からドノバンは名誉勲章を受章した。終戦までに大佐となり、2つの主勲十字章と2つの名誉戦章章を受章している。 司法省職員時代のドノバン1922年から1924年にかけて彼はニューヨーク州西部地区の連邦検事を務めており積極的な禁止法違反の取締りで知られるようになる。1924年大統領カルビン・クーリッチは司法長官ハリー・エム・ドアティの代理補佐官としてドノバンを司法省独禁法取締り部門に登用した。 1922年、共和党員として、ニューヨーク副知事選に出馬するも落選し、1932年の知事選でもやはり落選している。1932年の選挙では、ジャーナリストのジェームズ・ジェイ・モンタージュが、個人コモンたる選挙参謀として、選挙運動の支援に当たっている。また、1924年から1928年の間、 ハーバート・フーバーに庇護され、ボヘミアンクラブに連れて行かれるほどの講義を受けた。第二次世界大戦前、ドノバンはヨーロッパ各国をめぐってイタリアのベニート・ムッソリーニなど多くの要人との会談を行った。この頃から彼は欧州で再び発生しうる大きな戦争は避けられないのだと信じるようになった。こうした現実的な視点と外交経験から彼は 大統領フランクリン・ルーズベルトから注目される官僚の一人となり、同時に個人的な信仰も得ることになる。彼らは政治的に対立する立場ではあったものの、おのおのの性格は非常に似通っていたのである。そのため、ルーズベルトはどの番の見識を重要視するようになったという。1939年9月、ナチスドイツのポーランド侵攻により、 第二次世界大戦が勃発。これを受けてルーズベルトは戦時体制への移行を決断した。彼は戦時体制の基盤を形作るべく信頼しうる人物を選ぶことになる。その後、海軍長官フランク・ノックスがドノバンを推薦し、以後ルーズベルトは様々な重要任務をドノバンに任せるようになった。1940年から1941年にかけてどのバは ノックスとルーズベルトより、英国がドイツの侵略に耐えうるかどうか調査せよとの任務を受けて非公式に英国を訪問する。この折、軍の将校をはじめ、首相ウィンストン・チャーチルや諜報機関幹部など、戦争遂行に関与する要人らと何度か会談の場を持っている。帰国後、どの番は英国が十分に備えているという調査結果、それに加えてアメリカでも、 大ス長官時代のドノバン1941年7月11日、ドノバンは情報調査局の名がたる情報調査官に就任する。当時、アメリカにおける対外情報活動は、陸軍、海軍、連邦捜査局、国務省などが、それぞれの利害関係に基づき独自に行っており、獲得した情報の共有も全く行われていなかった。 情報調査官のポストはこれらの諜報活動を統括するものとされていたが、ドノバンは各機関の縄張り争いに悩まされることになる。多くの諜報機関の長は、旧来からの分断されたシステムの中で獲得した権力を手放すことに難色を示していた。例えば当時ドノバンのライバルだったジョン・イー・フーバーが長官を務めた FBI は南米における 情報活動の自主権を主張していた。こうした逆風の中でも、どの番は中央集中的な情報システムの基礎を徐々に築いていく。1941年10月には、英国軍情報部第6課の支局から、ロックフェラーセンター3603号室を引き継ぎ、情報調査局ニューヨーク本部を設置。本部長はアレンダレスに依頼した。百四十二年、 恋は戦略情報局に改組され、長官となったドノバンは陸軍大佐として現役復帰を果たす。ドノバンの指揮下でオースは世界各地。一方で FBI 長官、フーバーの激しい抵抗の結果、南米が管轄に含まれることはなかった。また、南西太平洋戦線指揮官のダグラス・マッカーサー将軍もオースに対する反感から。 フィリピンにおける活動を禁止している。オースの活動は長らく機密扱いされていたが、1970年代から1980年代にかけてオースの歴史に関する重要な箇所が機密解除され公的記録となった。第二次世界大戦終結直前の1945年初頭、ドノバンはオースを戦後も存続させるために様々な働きかけを行った。だが、 ルーズベルト大統領が4月に死去すると、大統領との個人的な信仰に基づいていた、ドノバンの政治的権限は大幅に弱体化し始めた。ドノバンは、オースの維持を強く訴えたものの、新大統領、ハリー・トルーマンら大多数がこれに反対したのである。トルーマンは、個人的にも、ドノバンを嫌っており、FBI の国際活動権限強化をもくろむ、フーバーもこれに同調した。 世論の反応もドノバーに厳しく、保守的な批評からは、オースを指して、アメリカンゲシュタをと評したという。1945年9月、トルーマンの命令でオースが解散されると、ドノバンは官職を退き市民生活へと戻った。しかし、実際にはオースの各部門は別部署として解体を免れており、2年も経たないうちに、中央情報局が設立されることになる。 これはドノバンが望んでいた中央集中型の諜報機関そのものであった。ドノバンは公的な立場からは CIA の設立になんら関与していないが、実際には信仰の深かった元部下のアレンダレスらを通じて設立に向けて働きかけを行っていた。第二次世界大戦中にオースという巨大な諜報機関を率いていた。ドノバンの意見は、 新たな対立関係が生まれようとしていた戦後世界で非常に大きな影響を及ぼした。彼は再び発言力を持ち始めたが、諜報機関の統一というアイデアに対しては、依然として陸軍省及び海軍省、そしてフーバーの FBI からの激しい反対が起こっていた。この頃、トルーマンは諸外国における諜報機関の充実などを受けて対策の必要性を感じ始めており、 ドノバンは期待に応えうる権限を持つ新組織の設置を主張した。トルーマン自身はあまりこの意見に興味を示さなかったものの最終的にはドノバンの意見が受け入れられ1947年国家安全保障法と1949年中央情報局法の制定につながったのである。1946年 トルーマンは組織の設置に先立って、シドニーソワーズ海軍予備役少将を CIA 長官に任命したが、間もなく強い発言権が認められていたホイト・バンデンバーグ空軍大将と交代している。1947年には、正式に CIA の設置と権限を定めている国家、安全保障法が成立し、これとともに、ロスコー・ H ・イチ・ヒレン・ケッター海軍少将が公的な、 初代 CIA 長官に任命される。第二次世界大戦後、退役したドノバンは戦前と同じ弁護士の仕事に戻った。最後の公的な任務は、ニュルンベルク継続裁判における主席検事、テルフォード・テイラーの特別補佐であった。彼はまた、逮捕された、オース・エージェントの拷問や処刑に関与した、ナチス幹部の裁判にも立ち会ったという。第二次世界大戦の活動に対し、 ドノバンは陸軍主勲章を受章している。これは非戦闘部門の人員にとっては事実上最高級の勲章にあたる。さらに英国からはナイトの称号も与えられている。戦犯裁判が終わるとドノバンはウォールストリートのドノバン、レイジャー、ニュートンアービン法律事務所に戻る。こうして公的な役割を退いた後も彼は諜報活動の専門家として 大統領らから助言を求められることを想定し、それに備えていたという。1949年、彼は新たに結成された、在欧州連合アメリカ委員会の議長となる。この委員会の任務は、ヨーロッパ各国の政治的結束を強化し、新たな共産主義の脅威に対抗することであった。1953年、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領によって、中大大使に任命され、 1954年まで、勤める。ドノバンの息子、デイビッド・ラムゼイ・ドノバンは、海軍将校として、第二次世界大戦に従軍した。孫のウィリアム・ジェームズ・ドノバンは徴兵されて、ベトナム戦争に従軍した。彼らは共に、アーリントン国立墓地に埋葬されている。1959年2月8日、ワシントン DC のウォルター・リード陸軍医療センターにて、 脳血管性認知症からの合併症が原因で死去した。76歳だった。死後はアーリントン国立墓地に埋葬された。アイゼンハワーは彼の死去に関する言及の中で彼を最後の英雄と呼び、これは後に伝記のタイトルとなった。また国際救済委員会からは1959年度の自由賞が追贈されている。1998年。 ドノバン、レイジャー、ニュートンアービン法律事務所が解散。ドノバンは軍情報部伝堂の一人に数えられている。ドノバン中佐は激しい攻成下にもかかわらず自ら襲撃部隊を指揮して反撃を行った。当時、友軍には多数の死傷者が出ており、彼は自ら敵前に姿をさらしつつ散らばっていた兵士らの間を行き来して臨時招待を編成。 反撃に撃って出たのである。彼は機関銃で足が撃ち抜かれても避難せず、部隊が遮蔽物に逃げ込むまで指揮を続けた。ありがとうございます。